アイテム番号 SCP-50JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-50JP は生物サイト8103の完全機密無菌収容室に収容してください。収容室の出入り口は消毒エリアを挟んだ二重構造にし、入室の際はレベル4体バイオハザードスーツを着用してください。収容室への入退室の際はいかなる場合でも必ず消毒エリア内で5分間耐生物消毒液を噴霧するようにしてください。 SCP-50JP は専用のベッドに寝かせ、毎日レベル5以上の監督職員が算出した量のブドウ糖アミノ酸混合液を点滴してください。監督職員の指示に応じて適宜ビタミン溶液や抗がん剤の投与、組織サンプルの採取を行ってください。 SCP-50JP の精神安定のため、担当職員は点滴の取り替えや各種処置を行う間、そのうち良くなるなど、あまり期待させすぎないような励ましの言葉をかけてください。 SCP-50JP が娯楽を要求した場合は、防水プレイヤーで SCP-50JP の収容以前に発表された音楽などを聴かせてください。SCP-50JP との対面中に体バイオハザードスーツが破損し、SCP-50JP に直接接触、あるいは脳銃を吸引してしまった場合は、必ず監督職員に報告し、適切な治療を受けてください。本特別収容プロトコルは、レベル4以下の職員には漏洩しないでください。本収容プロトコルをレベル4以下の職員が目にした場合は、クラス B 記憶処置を適用した上で配置替えを言ってください。SCP-50JP は生物サイト8103の完全機密無菌収容室に収容してください。SCP-50JP への給仕やサンプル採取は、レベル4以下の担当職員に命じて行い、この特別収容プロトコルが適用される職員は SCP-50JP と対面しないでください。給仕用の点滴液の量は、SCP-50JP の総重量から BWS カロリー計算式を用いて算出してください。採取された SCP-50JP の組織サンプルは、レベル5以上の職員のみが研究目的で使用することができます。SCP-50JP の組織サンプルの扱いは、レベル5生物最悪封じ込めプロトコルに準拠してください。レベル4以下の担当職員が SCP-50JP と直接接触した恐れ、もしくは職員からの申告があった場合は、退出の際の消毒後に担当職員を解雇してください。説明、SCP-50JP はという日本人男性です。死はもともと5種類の悪性新生物を患っていましたが、独立していた腫瘍が一つに融合し肥大化しています。現在、SCP-50JP の全重量は 225kg ですが、その 80% が腫瘍の重量です。SCP-50JP の腫瘍の大部分は胴体に集中しており、彼の消化器は機能が停止しています。また、SCP-50JP の免疫系が機能停止しているため、SCP-50JP は無菌環境にて収容し、面会をするには必ず数分間の消毒を受ける必要があります。消化器の機能停止により、SCP-50JP には点滴にて栄養が与えられますが、その大部分が腫瘍に吸収されており、腫瘍に侵されていないかの四肢や顔は非常にやつれています。現在、SCP-50JP がなぜ生存していられるか、なぜかの腫瘍の生命力が強靭なのであるかについて、レベル5以上の SCP-50JP 専属職員により研究が進められています。なお、SCP-50JP の腫瘍に蓄積された脳中には、腫瘍内部で生成された老廃物が蓄積しており、直接接触により何らかの症状を生じさせる恐れがあります。そのため SCP-50JP との対面中に体バイオハザードスーツが破損するなどした場合は、レベル5の監督職員にその旨を報告し、適切な処置を受ける必要があります。SCP-50JP はという日本人男性、SCP-50JP にとして、
が患っていた5種類の惑星新生物が融合して生じた群体生命体です。現在、SCP-50JP2 の胴部にて細胞ごとに神経系や消化器、ハイエなどの役割分担を行いながらコロニーを構築し、宿主の4倍に及ぶ重量を有するまでに成長しています。SCP-50JP の特異性は、SCP-50JP 自体に何らかの意識、あるいは SCP-50JP2 の意識が宿っている点と、SCP-50JP の構成細胞、SCP-50JP1 として、レベルでの強靭な生命力にあります。まだ単なる腫瘍だと思われていた SCP-50JP を SCP-50JP2 と共に収容してから2ヶ月後、SCP-50JP2 の脳波が完全に停止したことが確認されました。心拍、呼吸は正常なため、財団職員が様子を見るために駆けつけたところ、SCP-50JP2 は脳波が停止しているにもかかわらず、普段通りの受け答えをしてみせました。その後、SCP-50JP2 の腹部に生じた巨大な腫瘍を検診したところ、その内部にある種の神経系や循環器系が認められ、腫瘍自体が一つの生命体であることが判明しました。単体の SCP-50JP1 は、有機物で構築された別の物体に対し非常に攻撃的に振る舞い、積極的に吸収を図ります。複数の SCP-50JP が存在すれば、互いに結合して組織を形成し、全体で機能する一つの生命体のように振る舞ってより多くの有機物を吸収しようと行動します。SCP-50JP1 との直接接触による人体への侵食の可能性を考慮し、SCP-50JP と接する場合は体バイオハザードスーツの装着が規定されています。SCP-50JP と対面している職員の体バイオハザードスーツが破損した場合は、必ず消毒エリア内で解雇し、スーツの残骸とともに摂氏1200度以上の熱で焼却処分してください。SCP-50JP1 は一般的な癌細胞と同じく、熱や放射線、化学薬品などに弱いという報告が出ています。しかし、組織化された SCP-50JP1 は全体を一度に死滅させない限り、耐性を獲得した SCP-50JP1 によって組織全体が再生されます。現時点で、SCP-50JP は7種類の抗がん剤に対して耐性を獲得しています。SCP-50JP は職員との対話において、宿主である SCP-50JP2 のように振る舞っています。SCP-50JP2 の脳波は停止したままのため、SCP-50JP が有する神経系が SCP-50JP2 の人格を受け継いでいる、あるいは SCP-50JP2 の人格に擬態していると考えられます。神経系の発達具合と受け答えの反応から、SCP-50JP は人間と同程度の洞察能力を持っていると推測されます。SCP-50JP1 は非常に獰猛で、金銭以上に組織化すればかなりの運動能力を獲得するため、SCP-50JP が、擬態がすでに見破られている、ことに気がつけば重大な収容違反が発生する可能性があります。よってこの事実を知らないレベル4以下の職員のみが SCP-50JP と直接対応し、あくまで SCP-50JP2 が SCP-50JP であるかのように扱うよう、専用の特別収容プロトコルが規定されています。